プレイセンターは、家族が一緒に成長するという理念のもと、ニュージーランドで60年以上の歴史を持つ、親たちによる幼児教育の活動。子供も大人も楽しみながら、共に成長していくことを目指し、0歳から就学前までの子供に自分で選ぶ遊びを、その親に、親のための学習を提供し、子供と大人の両方を支援する。子供にとって最も良い先生は、 親という視点に立った子育て方法。遊びという言葉をプレイセンターでは小さい子供のあらゆる自発的な活動を指す言葉として使っている。子供は遊びを通じて感情や想像力を発達させ、言葉を覚え、友達を作り、世界について学ぶ。プレイセンターでは子供自身がやりたい時にやりたい遊びを選ぶことができる。親がプレイセンターの理念を学び、 子供たちの遊びをサポートするために必要な知識や方法を身につける。誰もがみんなに役立つ何かを持っているという考えに基づき、お互いの経験や感情を持ち寄る参加、協力、実践型の学び合い。プレイセンターは親たちによって運営されるが無理なく楽しく進められるよう、スーパーバイザーがサポートする。参加するすべての大人が協力し合い、責任を分かち合うのが、 プレイセンターの特徴、ありがとうございます。